よし、怖いけどやるしかない。逃げずに来たな。始めるぞ。さっさと構えろ。は、はい。見るのではない、感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そして動け。そんな。強くない。あとたった6ヶ月しかないんだぞ。体がピタピタだ。もうこれ以上は動けないよ。よし、今日はこれくらいにしてやろう。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ。まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。いいぞ、カイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！おお、あっさりと。まあ見事だ、孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。分かってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べる時と寝る時以外ずっ
と修行ばかりやってたら強くなる前に僕死んじゃうよ。それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ、どうせならこのまま家に帰って。よし、ちょっと食べ物を探してこようかな。さんの方が断然強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。お母さん元気かな。お母さんのご飯早く食べたいな。急がないとピッコロさんにバレちゃう。僕でもなんとか勝てそう。
奴がいたなんて。またいつか出会うかもしれない。用心しなきゃ。ありがとうございます。それにしてもとっても強いんですね、ごはんさんって。ま、そうなの？気づいてなかったんですか？まるで天下一武道会で優勝した時の悟空さんみたいでしたよ。お父さんみたいに？僕、そんなに強くなってたんだ。さすがは悟空さんの息子さんですね。勇敢だし強いし。僕なんか敵も追い払えないくらい全然ダメダメなのに。でも逃げなかったじゃないか。今ヤムチャ様は厳しい修行をしています。だからせめて差し入れでもと思って。それにヤムチャ様は言うんです、お前が期待してくれるから頑張れるんだって。だから僕も頑張らなきゃって思うんです。みんな頑張ってるんだ。いけない、そろそろ戻らないと仕込みの時間が取れなくなっちゃいます。助けてくれてありがとうございました。それではこれで。ピッコロさんは怖いけど本当に僕強くなってたもんね。もうちょっとだけ頑張ってみようかな。僕もお父さんやピッコロさんみたいに強くなってお母さんやみんなを守るから。僕が強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。あれ？僕すごいでしょ。ピッコロさん、全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした、俺や孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか。はい。どうした、それでサイヤ人と戦えると思っているのか。行きます、ピッコロさん。もっと本気を出せ。死にたいのか。はい。孫悟空の力はもっとすごかったぞ。はい。先行。
ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。あ、この道着って…何か文句でもあるのか？うん、ありがとう、ピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロン。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。そして、決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。ん？見つけたぞ。よーし、ナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。サイヤ人が。ピッコロさん、来る。やつらはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。ああ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。
ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちに起こすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。こいつら結構できそうだぜ。天津飯、チャオズも。よう、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。あの、僕、孫悟飯です。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。悟飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。ご飯、俺に任せろ。どうやら少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。
残りも俺一人で片付けてやるぜ。なんてやつだ、自爆しやがった。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ。さて、どいつから片付けてやるかな。すげえ、ヤムチさん、これほどまでと。よけい、バカだ。ハッヤッヤッホーヤッホー。フリッハッフリッヤッヤッヤッホーヤッホー。ハッフリッハッフリッハッフリッヤッヤッホー。どうした貴様ら、もう終わりか。バカな、まるで答えてない。ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。天山！うわあ！とどめだ！チャオズ！何をする気だ、チャオズ！さよなら、天山！どうか。死ねないで。やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。チャオズ、仇は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。聞こう。脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ、だからなんだ。なるほど、やはり無線で聞いた通りドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。こ
その前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。ちくしょう、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。何をしてるんだよ悟空。なあ、こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。ああ、わかった。ピッコロさん。残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。本当だ。すごいけど懐かしい木。やつしかいない。孫悟空だ。カカロットか。どれ。ん、ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつが。バカな。そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ピッコロさん、逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって、ドラゴンボールが。
てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと、この俺を笑わせやがって、このガキが。お父さんの頭で僕がやるんだ。シビの血にすげえ迷ってくれるじゃねえか。シビの お前のサイヤ人の血を引いて少しはこの俺を楽しませてくれるんだろうな。どうした貴様ら、もう終わりか。おいおい、まだくたばるなよ。もう少し遊ばせろ。よし、着いたぞ。悟空、神様、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧、本当に海王様の元から帰ってきよった。
修行はバッチリだ。頼んだぞ。かけた大激戦、悟空対ベジータ。で、ケーキが集まってる。あっちだ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものが、ガキをかばっちまうなんて最低だ。親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。チェ、殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。
違う。ヤムチャ、チャオズ、それに神様も許さんぞ、貴様ら。なんだその面は。気に入らねえな。あっさり潰してやるぜ。てめえなんかがこのナッパ様にかなうわけがないんだ。待ってた割には大したことねえな。俺は名門でのエリート戦士だ。下級戦士に舐められてたまるか。ずいぶんマシになったじゃねえか。うちは叩きなくしてやるぜ。そう来なくちゃな。期待してるぜ、ヤムチャの恨み。もういい、降りてこいナッパ。俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王拳。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何が、ベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。やつだ、自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。そうだ悟空、どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。え、みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけどみんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空があいつに勝つことができたら。勝てたら。そうだな、とにかく勝たなきゃ。何としても。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ親友。ああワン、父ちゃんが生きて帰ったらまた釣りにでも行こうな。はい。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。
どうやってみんなを生き返らせるつもりなんだ、クリリン。ベジータに勝って後で聞かねえとな。